おや、これはいけない。自分の話ばかりしてお茶を出してもいませんでした。将軍様がいらっしゃったというのにお茶すら用意できていないとは、なんと失敬なことを。少々お待ちを。今すぐ。おや、茶道具はどこに？もしや他の者がここを離れようとした時、どこかにぶつけて割ってしまったのでしょうか。確かに茶道具はどこにもなさそうだな。やはりありませんか。いつもはすぐそばに置いてあるはずなんですが。いえ、客人に取りに行かせるなんてあまりにも礼儀を欠いてしまっております。問題ありません。あなたはここで休んでいてください。私たちがすぐに取ってきますので。将軍様は直々に行かれるのですか？なりません。そんな恐れ多いこと。それに外の戦況も。この場所は複雑で、あなたの記憶にある茶屋とは大きく異なります。私たちに任せてください。わかりました。まさか将軍様に茶道具を用意してもらう日が訪れるとは。最後の後悔と言いますか、最後の幸運と言いますか、まったく。あれ、あのおじいちゃんは。まさか自分で茶道具を探しに行ったのかな。私たちが以前見た記憶と同じように、地脈の力をもってしてもそう長くは存在できないのかもしれません。じゃあ、あの人が入れたお茶を飲めないのか。それにさようならも言えてないぞ。地脈の中にある情報はあまりにも複雑で無秩序。このように再び彼に会えたこと自体がすでに貴重な縁にしとも言えます。で